こんにちは、受験情報チャンネルのブラック先生です。今日は、埼玉県の高校入試についてですけれども、教育委員会の方からですね、学校選択問題の、を採用する高校が発表されましたので、今日は学校選択問題について少しお話をしようと思います。で、画面の左側のこの表ですね。この表が、学校選択問題、平成4年度ですので、来年の春行われる入試で、学校選択問題を採用する、高校の一覧になります。全部で22校あります。で、この辺は、例年通りっていった形なので、そんなに驚きはないのかなっていう印象です。で、学校選択問題って何っていう方はですね、だいぶ前ですけれども、解説した動画を上げていますので、そちらをご覧いただければと思います。で、ざっくり説明すると、埼玉県の県立高校で、使われる入試問題で、数学と英語だけなんですけれども、上位校はですね、数学と英語を別の問題、要は、選択っていうのは、生徒が受験生が選択するっていうことではなくて、高校側が、どっちの問題を、選択して出題するかっていう問題になることになりますので、例えば、浦和高校を受験する場合は浦和高校が、学校選択問題を出題しますよっていう選択をしていますので、そちらの問題を解かなければならないということになります。ですので、選択という言葉に惑わされて、入試の当日ですね、生徒さんが、どっちかを選択して、問題を解くっていうことではありません。あくまでも学校がどちらを出題するかを選択して、出題するっていうことになりますので、当日配られる問題は、1セットずつ配られますので、当日選択するっていうことではないっていうことだけ、理解しておいていただければなと思います。で、当然、上位校が、選択して出題する、入試問題になりますので、通常の問題よりも難易度が若干高めの問題を、選ぶ学校が22校ありますよ。で、出題するのは、数学と英語だけですよ。ですので、国語、理科、社会については、県立高校であれば、どこの高校を受験しても同じ問題を解かなければならない一種類の問題が出題されるっていうことになります。で、この、表にですね、載っている、22校の中で、出題校とここに書いたんですけれども、出題が予定されている、もうほぼ決定なんですけれども、決定されている、高校を、今のところ、受けようかなと思っていて、ここから、生徒さんの学力の伸びによっては、同じ出題校の中で別の高校にしようかな、あるいは、逆のパターンもありますよね。今のところ、上位の高校を第一志望にしているけれども、そこまで手が届かなかった場合、同じ出題校の中で、ちょっと合格の可能性の高いところに、志望校を変えようかなっていう場合には、特に、気にせずですね、学校選択問題の対策ということで、学習を進めていっていただければよろしいと思います。で、全く同じことが、非出題校っていう形で、私勝手に名前を付けさせていただいたんですけれども、要はこの表に、載ってない高校が今のところ第一志望で、もしかしたら変えるかもしれないよっていう、今のところの第二志望というか、そういったものが同じように非出題校であれば、学校選択問題については特に考えることなく基礎をしっかり固めてっていただければよろしいのかなと思います。
で、今日のお話のメインになるんですけれども、一番、悩ましいのがですね、この表に載っていない非出題校を、まあ、今のところその辺なんじゃないのかなと思ってるんですけれども、ワンチャンもしかしたら、この夏休みの頑張り次第によってはもう一つランクを上げて出題校に変えることができればなっていう、お考えのお子さん、お父さんお母さん意外に結構いると思うんですね。で、まあ例で挙げると、私の地元の方ですと春日部東高校から越谷高校っていう形で、まあ、ざっくりな偏差値ですけれども大体55近辺の、高校から、60ぐらいの高校に、志望校をどうしようかなって考えている、まあ一番真ん中ら辺よりもちょっと上っていうところで、人数的にもいるそうだと思うんですけれども、その場合が一番困ってしまうというか悩ましいところで、学校選択問題でなければそこそこ点数が取れるんだけれども、学校選択問題になると、ちょっと点数が足らなくなっちゃうっていうことがありますので、まあ、学習の方法気をつけなければいけない点ということで数学と英語について、まあ、簡単ですけれどもまとめてみました。で、まず数学の方ですけれども、まあ、通常の問題ですね、学校選択問題ではない、通常の問題の過去問をまずやってみていただいて、8割程度、ある意味、時間制限なしで、解いていただいても、まあ、この時期だったらいいと思うんですね。で、8割程度を目標に、まずはしっかり学習していただいて、で、8割がしっかり取れるようになったら、一度学校選択問題にチャレンジしてみてください。で、どのぐらい点数が、落っこちてしまうのか。で、落っこちてしまうのが、どの辺に原因があるのかっていうところをまずは把握して、いただければなと思います。で、数学の、まあ、問題なんですけれども、大きく3つに分けられて、共通問題ですね、通常の問題のセットの中にも学校選択問題のセットの中にも全く同じ問題が出ています。ですのでそのどちらにも共通する問題、ここはまずは確実に解けるようにしていただく。特に計算問題とかですね、ここでまあ無用の間違い、計算ミス等々をしないように確実性をまず上げていっていただく。で、次に、応用問題って書いたんですけれども、こちらはですね、通常の問題とすごく似ているんだけれども、もうちょっと理解度を深めないと答えにたどり着かないよっていう形で、問題が作成されている。問題が学校選択問題の中に出てきます。ですので、まずは通常問題の過去問の中で、その問題をやってみて、で、ああなるほどこういう考え方なのか、こういう仕組みで答えを導いていくのかっていうところで理解を深めて、じゃあそれを、学校選択問題の中では、同じ問題が少しひねられていたりですとか、少し、理解度を深めないと解けないようになっていたりですとかっていうところに挑戦して、2段階で、この2つをしっかり学習していくことによって、だいぶ点数が稼げるんじゃないのかなと思います。で、さらにですね、まあ、大抵は、最後の問題、最後の大問1問なんですけれども、学校選択問題の独自問題、要は通常問題ですね、通常問題の方とはもう全く違うというか、全然通常問題とは、関係のないというか、独自の問題、学校選択問題独自の大問が一つ出てきますので、そちらについてはそのレベルの参考書を追加でやっていただくっていう形で点数を稼ぐっていうことを考えていただければなと思います。で、大体この
選択、学校選択問題の独自の問題がだいたい配点で15点から20点までない形、17、8点ぐらいの配点ですので、まずここを深掘りする前に、この上の2つですね、この上の2つをしっかり、確実にしていくことによってこの8割台が見えてきますので、そうすると、よっぽど高い、浦和高校ですとか、大宮高校、特に理数科ですとかそういったところを受けるのでなければ、8割台がここをしっかり確実にすることによって、見えてきますので、まずはそこで8割をしっかり稼げる力をつけていただいて、で、ここはプラスアルファみたいな形で、後々ですね、秋以降、数学の点数を、より伸ばすっていう考え方で参考書を追加していった方がいいのかな、今現在で慌てる必要はないのかなっていう気がしています。で、次に英語なんですけれども、英語はですね、リスニングの部分は、通常問題と学校選択問題、全く共通です。ですのでリスニングは気にしなくて結構です。で、ただ、それ以外の問題はもう全く別の問題って考えていただいた方が、よろしいと思います。長文の長さですとか出題の仕方ですとか、そういったものが、全く別の形 で出てくるんだなっていうイメージの方が近いものがありますので、まずはですね、どんなもんなんだろうということで、夏休みの間に1回チャレンジしてみて、もうこれも時間制限なしでいいと思いますので、チャレンジしてみてどのぐらい点数が取れるのかで、分からない単語がどのぐらいあるのかで、こんなこと聞かれたら、困っちゃうなっていう問題、もう手も足も出ないような問題がどのぐらいあるのかっていうところを感触をまず掴んでいただいて、で、ここから夏休み秋以降の勉強でそれに追いついていけそうな感触があるのかっていうところをまず、掴んでみていただいて、で、志望校をどういう形、例えばのこの例の話ですけれども、今春日部東高校を考えているけれども、頑張って越谷ぐらいまで上げたいなのこの越谷の目標をどういう形にしていくのかっていうところを、考えていただければなと思います。で、上位に行けば行くほど、この平均点に注意しなければいけないのが、英語なんですね。って言いますのは、通常問題の、を出題する、学校の平均点、英語の平均点ですね、英語の平均点よりも学校選択問題を出題する、今回ですと22校を受験する、お子さんたちの、平均点を比べると、学校選択問題を出す、学校を受験する高校を受験するお子さんたちの方が、平均点が高いんですね。ですので、志望校を考えるときに、そこは注意してみてください。例えば例を挙げると、通常問題、通常問題の英語の平均点が、60弱、55から58ぐらいなのに対して、選択問題の英語の平均点が65ぐらいあると思うんですね。ですので、同じ偏差値50を取るにしても、通常問題を受ける学校の子どもたちの、偏差値50は、60点からちょっと下ぐらいで、偏差値50に、手が届くのに対して、学校選択問題を採用しているこの22校を受ける、お子さんたちの、英語の、点数で偏差値を見ようとすると65点ぐらい取らないと偏差値50にたどり着きませんよっていうことになってしまいますので、以前から言ってる偏差値はあまり気にせずですね、当日何点取れるかの勝負だよっていうことにはなってきてしまうんですけれども、
通常問題で65点取れるようになりました。じゃあ学校選択問題に挑戦してみて、仮にこれが55点しか取れませんでしたと、65点取れるようになったので挑戦してみたら55点になりましたってなってくると、ここでの、プラス10点のアドバンテージがここでマイナス10点の、ハンデになってしまいますので、そこはちょっと注意をしないといけないのが、英語の特徴かなっていうところですね。ですので、まずは1回チャレンジしてみていただいて、感触を見ていただいてから、勉強に進んでいっていただければなと思います。で、ここからはちょっとお知らせなんですけれども、この資料に前後するような形で、各学校の、合格基準ですかが、発表されていますので、こちらはですね、学校別に、これから動画を少しずつまとめていこうと思うんですけれども、動画だけだと追いつかないところが、どうしても出てきてしまいますので、ブログの方でですね、なるべく多くの学校を、ご紹介していければなと思っています。で、もし、早めに知りたいよっていう高校があって、リクエスト等いただければ、そちらも取り上げるようにしますので、そこはですね、ぜひ、コメント欄に、書き込んでいただければなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。ぜひですね、チャンネル登録よろしくお願いします。ではさようなら。